こんにちは、ナマです。パープルアプリやっていきます。今回はココホレ6ガチャの残りですね、全部いきたいと思います。おそらくサブアカの方も合わせて一つの動画にして出すと思います。どっちが先かどうかわからないので、どっちでも同じ説明していると思います。ということで、もうこの辺は引いていくだけなので、ガツガツいきましょう。で、一応空きが50個は作ってあるので大丈夫だとは思うんですけど、ダメな時は一回行き来すると思います。で、梅はね、もうバン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 引いていけばいいと思います。振動の R、 マネも結構出るね。で、今欲しいやついるかな。もう50になったしな、ボンダは。まあ集めときたいのは文楽とマネかな。もしかしたら PSR 引ける可能性あるんで、まあ、それを考えるとその二人が欲しいかなという感じはしますね。めっちゃ早回ししていく。80円、はい。で、次行きましょう。これ1枚とりあえず引くか。ハス合わせよう。で、行きますか。ここからはピンク出るので、この辺で、ああ、文楽ね。ありがたい。竹で SR 出るってすごいよね。しかもいいキャラっていう。めっちゃ早回しします。もうちょっとゆっくりやった方がいいのかな、見えないかな。お、振動ありがたいですね。解放できるな、後で。お、これはボンダ、ボンダめっちゃ出る。バニーありがとう。まだ竹ですからね、松レベルに出てる。はい、振動いけそうだな。8枚からいきましょう。さすがに出るな、バニー。うん、文楽いいですね。文楽めっちゃ出るな。バニー文楽状態。帰ってくんな、フルナがね。帰ってくんな、フルナがね。玉ドラガチャとかあるな、まだ。ほほー、めっちゃ出る。うん。文楽マジでワンチャンあるな、来たわ。まあ、文楽ワンチャンありそうですね。おととととと。おとととととと、ちょっと待ってください。この辺がいらないと。で、戻りましょう。これか。あと20連ぐらいいけるやろ。すげえ。すげえ、フル長。フル長率が。おっとっとっと。うん。招きも結構入りましたね。これはありがてえ、ほんとに。神道の解放だけしようかな。はい。神道先輩の解放します。5人。45確定してますね。文楽めっちゃいるな。結構いますね。こっちいないよね、多分ね。あ、いないっすね。お、1アップした。で、一応45は確定しているみたいですね。させていいのかな、ちょっとわからんけど。これだけ解放しとくか。あー、まあ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 。入れちゃえもん。ああ、いいですね。
はい、ということで、サブアカの方に引き継ぐ形かな。もうガチャだけガツガツしていく感じなので、ここからサブアカに引き継いでいこうかなと思います。で、今、めっちゃ出たな、文楽と。ちょ、入手順だけ並べて、まあ、こういう感じでしたよっていうのをお見せできればいいかなと思います。うん、すごいね。はい。というわけで、サバカの方に引き継ぎたいと思いますので、そのままお待ちいただければと思います。ということで、サバカの方のココホレガチャ行きましょう。で、サバカの方はだいたい100枚ちょっとですね、集まりましたと。まあ、本垢もあったので結構両方はしのかったなという感じです。こういう感じでいけばいいかな。ありがてえ。マネ、まあ、文楽、ボンダ、マネ、この辺なの欲しいな。サクサク集めましょう。誰も出なかった。まあまあまあ、ここは本番でも何でもないですから。しんどい。うん、フルナガ、はい、来たぞ。はい、ということでまず終わりましたと。行きましょう。サルゼロ、ありがとう。出ないよりは出てくれた方が嬉しいかな。振動、振動ばっかり。振動いらんぞ。間に合ってます、コントロール。あー、黄色い。あー、マネいいですね。うん、振動間に合ってます。ほんま。文楽とか出ねえな、一切。お、二次元です。ちょっと見たい。まあ、BSR は出ないですもんね、多分。おー、バニーね。それも嬉しいけど。ちょっと、文楽と、マネちゃん。文楽とマネちゃん。この辺で1枚ぐらい出てくると。フルナガ。エドウか。はい、マネちゃんです。さあ、ここは大事ですよ。7枚ぐらいで。おお、本当にめっちゃ出た。マネーですね。ありがとう。うん、出るんだね。めっちゃ安定するわ。ああ、文楽出ねえな、やべえな。文楽先生出ません。ブルナが45いけるかな。うん、排出率はすごい。ああ、ボンダ、ありがたいけどね、ありがたいけどね。そろそろ文楽欲しいよ。反転しねえ。すいません、通知が入ってきたので一回切って戻ってまいりました。残り20枚、行きましょう。まあ、これ関係なく出るかな。2枚か。ボンダ。わー、やばい。安定せんぞ。これはやばいかもしれませんね。文楽かなりピンチかもしれない。さあ、最後の10枚いきましょう。もう出たところでって感じかな。わー、出なかった。はい。終わりました。終わりました。ただ、マネは、数が出たので解放していけるでしょう。うん、2人か。でも2人
人か。もうちょっと出たかなって感じありましたけどね。ボンダがめっちゃ出たんだな。ボンダはめっちゃ出た気しますね、と。1解放できれば45か。はい、行きました。14、15になれる。ね。マネーはちょっとどっちどうしようがあるので、ワシンドウ先輩もすごいね。もう行きました、1。43確定かな？うん。あとまあ、ゆっくりやっていけばいいかなと思うので、特に、解放もせず、まあ、こういう結果でしたよと。まあ、かなり、やはり SR 出ます、ね。まあ、聞いてても気持ちいいですし、見ている皆さんも気持ちいいものかなと。いう感じにしますので、まあ、本当にこういうイベントがね、増えてくれることを切に願いながら、引き続きパープルやっていければいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。